これは良かったです、えー。今ですね、名古屋にいるんですが、この、昨日ですね、名古屋駅の近くで白バラコーヒーという、えー、この、コーヒーを見つけまして、えっ、ー、と、これはなんとですね、えぇ、ー、鳥取県、えー、鳥取県の、えー、のものなんですね。<laughs> で、なんか、とってもデザインも素敵だし、あの、こういうふうに、ほら、牛乳をたっぷりね、使って、えー、コーヒー、ミルクとコーヒーが、えー、醸し出す香りを大切にしましたということで、えー どんな、まあ、いわゆるコーヒー牛乳なんだと思うんですけど、どんな味なのかなと思って、昨日買ってしまいました。ちょっとついてみましょう。おおーこういう色ですね。こういう色です。さあ、じゃあちょっと飲みましょう。こりやればね、こういう、どういう曇りやかを検証するという。はー甘い。このほんのり甘くて、そして、 コーヒーの香り。そしてミルクいや。コーヒー牛乳って日本人のすごい発明なのかも。だからコーヒーを入れることでミルクの美味しさが際立つし、それからミルクによってコーヒーの香りとかコクがさらに際立つと。このコーヒー牛乳ってものすごい発明品なんじゃないかなと思いますね。しかも白いバラ、白バラコーヒー。 生乳70%しようってことで。ええ。やっぱりこのコーヒーの香りが加わることで、牛乳の美味しさがさらに際立つと、これがひょっとしたらコーヒー牛乳の本質なのかなと。で、同時に、あ、今ね、飲んだ後のアフターテイストっていうか、え、コーヒーの香りが、やっぱり時間さらく、だから最初に牛乳の美味しさが来て、ね、牛乳の美味しさが来て、その後アフターテイスト、特にその喉の奥の方とかそういうところで、 コーヒーの香りが感じられています。そのアフターテイストが、牛乳のそのまれやかさがあるからこそ、コーヒーのアフターテイストが生きるという、そういう構造になっているんだなと。素晴らしい。ということで、えー、白バラコーヒー、えー、このですね、おあ大山乳業農業協同組合、大山かも、大山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 のん大山乳業農業協同組合さんが作ってる。はい、この白バラコーヒー、とっても美味しいです。えー、名古屋で、 買いましたが、ひょっとしたら東京とか他のとこでも売ってるかもしれません。シューバルコーヒーおすすめです。ぜひお飲みください。以上、コーディアラポでした。美味しかった <laughs> 美味しかった